はい、はい、どうも、こんにちは。筋トレ好き整体師藤村です。はい、本日はですね、こちらの内容をお話しさせていただこうかなと思います。なんで膝って痛くなるのというお話ですね。で、実はですね、今日お電話が鳴って、まあ明日来るお客様なんですが、実は右の膝を以前手術したことがあって、左の膝を今回また手術するかもしれないということでした。で、今じゃあどちらの膝が痛いんですかっていうお話をさせていただいたら、実は右の膝も手術した後もまだ痛みがあって、で、左の膝も当然まだ痛いですと、両膝痛いですということをおっしゃっていました。で、実は手術をしたのにまだ痛いっていうのはどういうことかっていうところが結構重要になってくるんですが、まあ、まず膝の痛みが起きるメカニズムっていうのを、お話しさせていただこうと思うんですが、僕は大きく2つ膝が痛くなる原因として考えてます。で、まず1つ目がですね、実はこれ膝の絵を描いていて、これお皿ですね。で、太ももの骨、すねの骨で、ここが半月板と言われるクッションの部分ですね、を描かせていただいてます。で、太ももの骨には軟骨っていうのがあって、すねの骨にもこういう軟骨っていうクッションの役割を果たすところがあります。で、実はですね、まず一つ目の原因は膝の関節そのものに原因があることによって痛みが起きるパターンです。まあ、よく変形性膝関節症とかってね、軟骨がすり減って起きるような膝の疾患があるんですが、それはどういうメカニズムで痛みが起きるかというと、クッションの役割を果たしている軟骨とか半月板とかっていうのがこうどん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 使ってるとすり減ってきてしまうんですね。で、ただこの軟骨っていうところには痛みを感じるようなセンサーがないので、どんだけすり減っても痛みっていうのは実は感じないです。ただこれがすり減ってしまうことによって、軟骨のこういうカスですね、かけらカスがどん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 こう関節の中にですね、バーッとこう出てきてしまうと、このカスがですね、膝の周りを取り巻いている関節包っていう膜があるんですが、実はここにはですね、痛みを感じるセンサーっていうのがたくさんあります。痛みを感じるセンサーたくさんあります。で、この軟骨のカスがですね、この関節包にこうバンと刺激を与えてしまうと、この膝の関節の膜がですね、炎症っていうのを起こしてしまいます。炎症で、この炎症が起きることによって膝が腫れてしまったりとか、熱を持ってしまったりとかすることによって、この膜がパンパンに張ったりしてしまって痛みが出てくる、まあ、炎症によるこの膝の関節包と呼ばれる膜の痛みですね。これが実は関節由来の膝の痛みのメカニズムになります。なので軟骨自体はすり減っても痛みは出ないんですけど、そのカスがですね、痛みを感じるセンサーのたくさんある膜に炎症を与えてしまって、炎症を起こしてしまって痛みが起きるっていうのが、まず関節由来の痛みです。ただですね、実際に当院に来ていただくお客様の膝の痛みの原因を見ていくとですね、実はこの関節由来よりも圧倒的にですね、こちらが原因になっていることが非常に多いです。これが筋肉ですね。はい、筋肉。で、筋肉由来の膝の痛みってどういうふうに起きるかというとですね、実は例えば太ももの骨にはこう大腿四頭筋っていう筋肉とかがあったりします。で、すねの骨にもですね、ふくらはぎの筋肉とか、まあいろんな筋肉がこうくっついてるんですが、もしここで考えていただきたいのは、実はですね、まあ僕の動画でもよくお話ししている筋膜っていうも膜の存在ですね。で、筋膜っていうのは筋肉が例えば太ももの骨とかすねの骨にこうくっついていくと、まあ、筋肉はこう筋膜という膜で覆われてるんですが、この筋膜がですね、骨についた後どうなるかというと、骨膜っていう膜にくっついてきます。骨の膜ですね。なので実は筋肉の膜と骨の膜っていうのはつながってるんですよ。で、今度じゃあこの先ほど痛みのセンサーがたくさんあるこの関節包で、この関節包っていうのは実は骨の膜からできてます。骨の膜がこうつながってできてるんですよ。ってことはですね、実は筋肉の膜とこの関節包っていう関節の膜は全部同じ膜っていうことなんですよ。でですね、例えば太ももの
筋肉が硬くなってしまった、ゴリッというこう高血といういわれるしこりができてしまった。で、例えばふくらはぎとかの筋肉とかにもそういうものができてしまうと、膜自体はやっぱりこの硬い方にキュッと引っ張られやすくなります。で、例えばこの状態で膝を曲げ伸ばししたりとかすると筋肉自体は動いてないんですけど、一番動いてるのは当然この関節です。で、関節がよく大きく動くんですけど、こういうゴリッてしたものがあると動かした時によりこっちのゴリッとした方に膜が引っ張られてしまうのってイメージできますかね、はい、動かした時にすごいここの動いてるところの膜が硬いところに引っ張られてしまう。そうするとですね、この関節包といわれる先ほどの痛みのセンサーがたくさんあるところが過剰にグッと引っ張られてしまって、それで痛みが出てしまうっていうのが実はこの筋肉由来、まあ、筋肉を介して筋膜、骨膜、関節包っていうのが全部つながってくるんで、そこから引っ張られて起きる痛みっていうのが実は非常に多いです。ですので、まあ、今日皆さんに覚えていただきたかったのが、関節が変形してしまっていてもですね、実はこの筋肉由来の痛みっていうのが非常に多いので、まずどちらが私の膝が痛い方、私の痛みの原因なのかっていうのをしっかり調べる必要があるかなと思いますので、ぜひそこを覚えておいていただけるといいかなと思います。はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。